はい、皆さんこんにちは。レノファ二郎の部屋へようこそ。レノファはホームでミトホーリーホックさんと戦いました。絶対に負けられない6ポイントマッチでしたが、残念な結果に終わりましたが、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。それではどうぞ。さあ、原価次に今日もカツ丼を食べます。相手は勝ち点差の近いミトさんですので、ぜひとも勝っておきたいところ。レノファ山口、レノファ山口、レノファ山口。あれの丸くまる気が気やろ。さあ、今日のスタグルは何にしようかなと悩みましたが、ここに待機してくださっています。それでは早速お呼びいたしましょう。高木大輔選手です。お願いします。山口の生活どうですか？結構長くなってきたと思うんですけど。もう慣れたもんですね。もうどこ行くのも基本ナビなしで。嘘。行けます。本当ですか？はい。普段ってこうよくお出かけするスポットとかってあるんですか？いや、まあでもこの維新公園に来たりとかもそうだし、あとはまあ下関の方行ったりとかも、もうナビなんかいらず。山口のここ行って楽しかったとか、こう思い出のスポットとかあったりするんですか？そうですね、まあ基本的にやっぱ子供生まれてから子供中心になったので、まあそれこそオフの日に維新公園の遊具に遊び行ったりもしますし、最近だったら宇部の新しくできた大きい遊具も頻繁に顔出してましたし、あとは一番行ったのは下関の水族館ですね。おー、もう年パス買ってイルカショーだけ見に行ってました。すごいです。のよりだ、やった、当たりじゃん。のよりだ、当たりやん。それでは今日の予想スコアです。2-0、やるしかありません。やるぞ、やるぞ。なんか甘露ってレノファーって書いてあるよ。今日はメインの MB 席からの観戦になります。こちらにも熱いサポーターがたくさんいらっしゃいました。はい、
光市に工場がある甘露さんの冠町ということで来場者プレゼントでいただきました。いやとてもありがたい。試合後はいつも喉がガラガラになるので喉飴は欠かせません。コンビニで買うときはいつも甘露さんを買うようにしています。前半が終わりました。1対2です。絶対負けられない試合ですが、どうも流れが悪い。ここはホームですので、あと何としても2点取ってもらいましょう。
何やってんだよ。何なんだこれもう。これで決めきるところで決めきれないと苦しくなりますね。もう形はどうでもいいのでとりあえず得点が欲しい。すいません、今日は厳しめに言いますけど、今年の目標のトップ6が遠くなる中で、それでも、チームを信じて応援してくれるサポーターが来てくださっている中で、ちょっと寂しい結果ですよこれはね。本当に今年も残留争いと思いながらも応援しに来てくれるサポーターがいるんですよ。やっぱりそういう人たちの気持ちは、ね、大事にしてあげないとあげなきゃいけないと思います。さあ残り9試合、いいところをね、少しでもいいところを見せてほしいと思います。今日の MJP ですが、反撃のゴールを決めた川野幸太選手です。おめでとうございます。いやー川野選手、本当最後ね足をつりながらもフル出場お疲れ様です。これでチームトップの5ゴール目ですかね。川野選手頼むぞ、頑張ってください。それでは川野選手の今後の活躍を期待してちゃんと歌わせていただきたいと思います。セロゴー川野幸太、ミセロゴー川の幸太、何でも残り9試合となりました。厳しい状況は依然続きます。次節はレノファアウェーで東京ヴェルディさんと戦います。4位の東京ヴェルディさん、これはまた厳しい戦いが予想されますが、それでも選手を信じて応援に向かうサポーターのためにも少しでもいい試合を見せてほしいと思います。ちょっとすいません、不満も言ってしまいましたが、やっぱり前向きに応援していく心は持ち続けております。頑張れレノファ山口、頼むぞ若町の誇り、頑張れ。そしてレノファ二郎の部屋のチャンネル登録者数がついに500人を超えました。皆さんどうもありがとうございます。いや本当にね、私の思っている以上にいろんな方に見ていただいて、いろんな方に応援していただいている、いやすごく嬉しいことです。いやありがとうございます。そこで私今度は山口県をもっと元気にするための新企画を考えましたので、また随時動画の方を上げていきたいと思います。まあ、これはちょっと随時になりますので定期更新とはいかないんですが、こちらの方も楽しみにしていただけたらと思います。よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。大好きな故郷のため、レノファ山口のため、レノファ二郎頑張ります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。